おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今週最後のお弁当、今日はね、こちマヨ照り焼きです。まずね、人参は斜めに薄切りして、そしてね、細切りにするよ。ピーマンも細切りです。ウインナーに切り込みを入れて、鶏肉はね、これ半分使ってる、厚みを均等にします。でさ、分厚い部分には切り込みを入れると火の通りも良かからね。で、小麦粉をまぶします。裏表ともね、コチュマヨソースをね、合わせておきます。分量はこれです。これもね、甘辛くて美味しいです。でね、しっかり混ぜます。だし巻き卵の準備です。なんかさ、今週は長く感じました。昨日はさ、また起きれずにお弁当休んだの。なんだけど、えらい長く感じて、やっと水曜日じゃないや、金曜日って感じがする。こんなね、あるのよね。もうさ、季節の変わり目だからか。まあ、いつもからこんなあるけど、特にね、この季節の変わり目はね、苦手です。困っちゃう。すごく長く感じたな。でね、やっぱさ、休み前の金曜日とかがさ、なんて言うんだろうな、気が楽だよね。お弁当ない、作らなくていいやって思ったらさ、ものすごい夜さ、寝るとき、気が楽でね、ほっとします。そして今日はね、またね、あったかくなるらしいけどね、気温差が夜際にはね、また下がるらしくって。このさ、気温差にやられちゃうよね。暑いと思ってたら今度はスースーしたりさ、困っちゃう。で、今朝さ、すごいお腹が痛くてさ、なんでこんなにお腹が痛いんだろう、なんでピーなんだろうと思ってて、記憶をね、一生懸命遡っていったの。そしたら私、昨日寝る前に便秘の薬飲んでることをすっかり忘れてました。でね、あ、お腹痛くてピーなの納得と思った。もうさ、飲んでからさ、酔っ払ってさ、毎日の薬は忘れないように飲むんだけど、いつも飲まないやつを飲んだりしたらさ、自分が何を飲んだかも引き忘れてさ、なんで今日こんなお腹が痛くてピーピーなんだろうって、なんでかなってずっと考えてたらさ、そういえば昨日飲んだんだったって思い出した。こんなあるのよね。一時ね、 YouTube でさ、 CM してるビセラをね、定期購入で買って飲んでたんだけど、やっぱね、あれは効いてた。すごくあれを飲んでる頃はね、もう便秘知らずでね、
毎朝ヨガ風だったよ。でもさ、あのそれこそ毎日の飲む薬も何種類もあるから、ビセラまで飲むのがさ、なかなか追いつかなくて、定期購入してたけどいっぱい溜まっちゃってさ、やめたのよ。でまだ残ってるから飲めばいいのに、そのままほったらかしてたら、あのやっぱね、飲んでた方がいいなって思った。やめてからやっぱさ、良さに気づくね。だからまだね、何袋か残ってるから、できるだけ飲んで寝るようにしようと思ってるんだけど、毎日の薬の種類もあるからさ、あの、ほんで先生さん、ビールを飲んでるか、お腹がパンパンになって、ビスやまれたのに来ないのよ、もう。水腹で、水でお腹が膨れるからね、困っちゃう。で、私がいっぱい喋ってる間にも鶏肉を焼いてました。ねえ。なんでこんなあるのかな、困った。で、今ね、こっちマヨソースをザバーっとかけて、これをさ、しっかり絡めます。でね、ちょっとちょん切れた部分があるでしょう。あそこはね、私がつまみ食いしちゃった。美味しかったです。よか風に絡まったら、これでね、コチュマヨ照り焼きの出来上がりです。詰めます。ね、ご飯は平たく詰めてます。で、ご飯の上に、この照り焼きをばどどんと乗せて、そしたらね、大葉で仕切って、間違っちゃった。そうそうね、ちょろっとかけました。そして大葉ですきって、だし巻き卵は断面が見えるように詰めます。でね、カップにごま炒めを入れて詰めるよ。でね、ウインナーをもうすぐ入れるんだけどな。今でした。ウインナーをちょんちょんと詰めて、でね、ミニトマトをちょこんと乗っけて、これで今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じののっけ弁でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。